明日19日金曜日は関東周辺で本降りの雨となり、肌寒い体感となりそうです。今週最も暑かった15日月曜日の最高気温は 32.6 度を観測しました。そこから比べてみると、明日は10度以上も低い予想となってしまいそうです。気温の推移を見ていきたいと思います。明日の東京最高気温は20度の予想となっております。これは日付が変わった深夜の時間帯に観測される最高気温となりそうですね。昼間も横ばいの状況が続いていき、20度前後で推移していきそうです。そして明日のお天気アイコンを見ていきましょう。気温の様子はこちらです。関東周辺各地20度前後となり、昼間も半袖1枚では肌寒い体感となりそうです。体感の変化で体調を崩されないように気をつけてお過ごしください。